カナダ侵攻作戦は、アメリカ独立戦争初期の1775年から1776年にかけて、新設間もない大陸軍の主導によって行われた、最初の作戦行動である。作戦の目的は、イギリス領ケベックを軍事支配し、フランス法を話す、カナダ人に13植民地の側で革命に加わる、よう説得することだった。 大陸軍から二つの遠征隊が派遣された。一隊は、リチャード・モント・ゴメリー将軍の指揮で1775年の8月下旬に、タイコン・デロガトリデから出発し、9月半ばに、モントリオールの南にある、主要防御地点である、セント・ジョンズ・トリデの包囲を始めた。11月にこのトリデを落とされた後で、イギリス軍のガイカ・アルトン将軍は、モントリオールを放棄して、ケベック市に逃亡した。 モントゴメリーは、モントリオールを占領した時に、カールトン将軍を、もう少しで捕まえるところだった。もう一体は、ベネディクト・アーノルドの指揮で、マサチューセッツ湾植民地のケンブリッジを出発し、メインの荒野を、寒南シンクして通り抜けて、ケベック市に達した。荒野を通る大変な行軍のために残っている兵士は、飢えており、物資や装備も欠けていた。二体は12月に、 ケベック市の前で合流し、1775年の大晦日、暴風雪の中でケベック市を強襲した。この戦闘でモントゴメリーは戦死し、アーノルドは負傷したが、市を守るイギリス軍にはほとんど損失がなく、大陸軍にとって悲惨な敗北になった。その後アーノルドは無益な市の包囲を始めたが、その間に行われた情報宣伝活動によって、 ロイヤリストを支持する声が高まり、またモントリオールでのデイビッド・ウースター将軍の失勢には大陸軍を中傷するものだけでなく支持するものからも不満の声が上がった。イギリス軍は1776年5月にケベック地方の戦力を補強するためにジョン・バーコイン将軍とドイツ人傭兵を含む数千名の援軍を派遣した。増援を得たカールトンは 大陸軍に反撃を試み、天然島で弱り組織が乱れていた、大陸軍を7月には、タイコンデロガトリでまで押し戻した。一方、アーノルド指揮下の大陸軍は、イギリス軍の歩みを遅らせることに成功し、1776年の間は、タイコンデロガトリデへの攻撃をできないようにした。この進攻作戦の終了後、バーゴインが、 ハドソン川流域の支配を目指した1777年のサラトガ方面作戦に続いた。大陸軍の本軍事作戦の目的地であるイギリス領ケベックは1775年の時点ではカナダと呼ばれることが多かった。例えば第二次大陸会議がフィリップスカイラー将軍に出した進行作戦の承認文ではもしもカナダ人にとって不愉快でないのであれば、 即座にセントジョン取りで、モントリオール及びかの国のいかなるところも占領すること、そしてカナダでは植民地の平和と安全を促進するいかなる手段も追求することという文言があった。この作戦を詳細に語る比較的現代の歴史書であっても、その表題にカナダを使っている。イギリスがケベックと呼んだこの領土はフランスがフレンチ・インディアン戦争を正式に終え、 パリ条約でイギリスに同地を割用する1763年まではフランス領カナダ植民地と呼ばれていた。本校では具体的にカナダと言及するものを引用する場合を除いて、この歴史的な使われ方と現代のカナダという国に関する使われ方の間の混同を避けるため、同地についてはケベックという名称を使用する。1775年の春。 歴史ントンコンコードの戦いを契機にアメリカ独立戦争が始まった。だが戦況はその後すぐに降着し、ボストンのイギリス軍に対する包囲戦が続いた。1775年5月、イギリス軍のタイコンデロガトリデは防御が手薄で、しかも重火器が置いてあることに気づいたベネディクト・アノルドとイーサン・アレンがタイコンデロガトリデとクラウンポイントトリデを占領し、 セントジョンズトリデを襲撃した。これらのトリデはすべて当時は、ほんのわずかな手勢で守られていた。タイコンデロガトリデとクラウンポイントトリデは6月に、ベンジャミン・ハインマンの指揮するコネチカット民兵戦100名によって守られることになった。フィリップス・カイラー将軍戦7 7 4年に、会した第一次大陸会議は、10月26日付の、 公式書簡で1775年5月に開催される第二次会議にフランス系カナダ人も加わること、つまりケベック植民地も革命に参加することを調整した。第二次大陸会議も1775年5月にそのような二度目の手紙を送ったが、どちらの手紙にも実質的な反応はなかった。タイコンデルがトリデのダッシュに続いてアーノルドとアレンはイギリス軍が アメリカ植民地を分割しようという試みに対して、大ンデロガトリデを防御拠点とする必要性を主張し、合わせてケベックの守りが薄いことも指摘した。彼らは1200から1500名程度の小さな軍隊でもケベック植民地からイギリス軍を追い出すには十分なことを示して、それぞれ別にケベックに対する遠征を提案した。 大陸会議は当初タイコンデロガなどの砦の放棄を命令し、ニューヨークとコネチカットの各植民地には基本的に防衛の目的で軍隊と物資を出すように促したが、ニューイングランドやニューヨーク植民地の一般大衆からは大陸会議にその姿勢を変えるよう抗議の声が上がった。この時、ケベック総督のガイ・カールトンがセント・ジョンズ砦の防御を強化しており、 ニューヨーク植民地北部の色イ族インディアンを巻き込もうとしていることも明らかになり、大陸会議はより積極的な姿勢が必要であるとの決断を下した。1775年6月27日、大陸会議はフィリップス・カイラー将軍にその地域を調査するよう認め、適切と考えられるならば侵略を始めることを承認した。指揮権を与えられなかったベネディクト・アノルドは、 ボストンに向かい、ジョージ・ワシントン将軍を説得して、アーノルドの指揮で、別動隊をケベックに向けて派遣させることにした。カールトン将軍は、セント・ジョンズ・トリデの襲撃があった後に、南から侵略される危険性を通説に感じ取り、ボストンにいるトマス・ゲージ将軍からの援軍を要請した。カールトーンは、モントリオールとケベック市の防衛のために、 地元の民兵隊立ち上げに取り掛かったがほとんど成功しなかった。カールトーンはフランス系住民が自発的に植民地の防衛にあたることを期待していたが、党の住民の大多数は英米どちらの側にもつかず中立であることを望んでいたためである。イギリス側はタイコンデロガトリデが奪取されセントジョンズトリデが襲われたことに反応してモントリオールの南、 リシュリュー川沿いにあるセント・ジョンズ・トリデを守るために700名の部隊を派遣し、シャンプレーン湖で使うための船舶建造を命令し、またその防衛を助けさせるためにも、ホーク族インディアン約100名も兵士として採用した。主な防御はセント・ジョンズ・トリデに頼っていたので、カールトン自身はわずか150名の正規兵を連れただけで、モントリオールの防衛を監督した。 ケベック市の防衛は副総督のヘクター・クラマヘの指揮に委ねた。ベンジャミン・ウエストの描いたこの絵はこれまでガイ・ジョンソンの肖像画と考えられてきたが、ガイの王子、ウィリアム・ジョンソンについて最近書かれた伝記では、この肖像画はウィリアム・ジョンソンを描いたものとされている。ニューヨーク植民地もホークガー流域に住むロイヤリストで、 イギリスのインディアン代理人だったガイ・ジョンソンはニューヨーク植民地の色濃い族と極めて親密にしていたがパトリオット側の意見がニューヨークで支配的であることが明らかになってからは自身と家族の身を案じていた。もはやイギリスとの商売を安全に行うことができなくなったと確信すると200人の追随者やモホーク族の支持者等と共にニューヨークの領地を離れた。 まずは、オンタリオトリデに向かい、6月17日に、インディアン部族の指導者たちから、この地域での物資と通信の供給線を途絶えさせない、ことと、敵による困りごとがあるときはイギリスを支援する、ことという約束を取り付けた。そこからは、モントリオールに向かい、カールトン将軍や1500名以上のインディアンとの、会談で、同様な合意を交渉し、いつでも、 臨戦体制を取れるように戦争の帯を配った。しかし、これら合意事項に加わったものの大半は、モホク族だった。イロコイ連邦の他の部族はこれらの協議を避け、中立であろうとした。会議後もモホーク族の多くは、モントリオール地域に泊まった。しかし、大陸軍が1775年中に本当に侵略を開始するかが不確かに思えたため、 その大半は8月の中旬までに故郷に戻った。大陸会議は色濃い連邦の六部族を戦争の局外に置いておこうとしていた。1775年7月、同い家族に影響力のあった伝道師サミュエル・カークランドが私たちはあなた方が故郷に泊まり、どちらの軍にも加わらず。 戦いの長名を深く埋めておくことを望むという大陸会議からの声明文を持っていった。オナイダ族やタスカローラ族は公式には中立を守ったが、オナイダ族では個人的にアメリカ側への同調を表明した者が多くいた。ジョンソンがモントリオールで会議を開いたという知らせを聞いた。スカイラー将軍はやはりオナイダ族に影響力があったので、オールバニでの協議会を招集し、 8月半ばに開催した。この会合には約400人のインディアンが参加し、スカイラーと他のインディアンコミッショナーがイギリスから植民地を分かつ問題を説明し、植民地人は自分たちの権利を守るために戦うこと、征服を意図しているのではないことを強調した。集まった州長たちは中立を守ることに合意し、模倣区族のある州長は、これは家庭内の問題であるとして、 じっと座ってあなた方が戦っているのを見ることにすると述べた。しかし、このように中立を宣言する一方で、アメリカ側からの情報を引き出しもし、その情報には彼らインディアンの土地への白人開拓者の侵入といった打ち続く苦情に、アメリカ側が対処するという約束も含まれていた。リチャード・モント・ゴメリー殉承侵略の主力部隊は、スカイラー将軍が率いシャンプレーン湖を登って、 モントリオールとケベック市を襲撃することになった。遠征隊はニューヨーク、コネチカット及びニューハンプシャー各植民地からの部隊で構成され、セスワーナーのグリーンマウンテンボーイズもこれに加わり、食料はニューヨークから供給されることになった。しかしスカイラーは過度に慎重で兵を集め終わるのに8月末までかかるなど準備に手間取ったため、8月半ばには カールトン将軍がモントリオール郊外に防衛陣地を強化し、イギリス軍に加担したインディアン部族もいるという報告を受け取ることになった。スカイラーがまだインディアンと協議していた8月25日、モントゴメリーはセントジョンズトリデで建造中の船舶が完成間近であるとの知らせを受け取った。モントゴメリーはスカイラーが不在であることを利用し、タイコンデロガトリデで集めた。 兵士千2 0 0名を率いて、リシュリュー川沿いのいる療のワにある、全身基地に向かい、9月4日に到着した。この時病気になっていたスカイラーは途中でこの部隊に、追いついた。スカイラーはその地域でアメリカ側を支援するために、地元の民兵隊立ち上げの準備をしていた、カナダ人、ジェームズ・リビングストンに伝言を送り、モントリオール南の地域を巡回するよう伝えた。翌日、 この部隊は川を下って、セント・ジョンズ・トリデに向かい、その放御の度合いを視察し、両軍ともに損失を出した簡単な小競り合いの後で、イルオーノアまで撤退した。この小競り合いの時、イギリス軍側で戦ったのはインディアンたちが大半で、あったが、トリデの方からは支援がなかったので、インディアンたちは、 この紛争から身を退くようになった。また、オナイダ族が地域に織りよく到着したことで、イギリス軍に対する別のインディアンからの援軍も遮られた。オナイダ族は、もうホーク族戦士隊がコーナーガから、セントジョンズトリデに向かっていたのを妨害した。この時も、ホーク族の村には、ガイ・ジョンソン、ダニエル・クラウス及びジョセフ・ブラントラが来ても、ホーク族の援助を得ようとしていたが、 オナイダ族は、モホーク族に、自分の村に戻るよう説得した。オナイダ族は、ジョンソンやクラウスと、直接会うことは拒否し、ブラントやモホーク族の面々に、オールバニでの同意事項の条件について説明した。結局、ブラントとイギリスの代理人は支援の約束を、取り付けることもなくその場を去った。捕虜になったイーサン・アレンこの最初の小競り合いの後で、スカイラーの病気が重くなり、 指揮を続けられなくなったので、指揮権をモントゴメリーに譲った。スカイラーは数日後に、タイコンデロガトリデに引き返した。モントゴメリーは、9月10日の攻撃でも兵が混乱するなどして失敗したが、コネチカット、ニューハンプシャー及びニューヨークからの支援部隊800、内市1000名とグリーンマウンテンボーイズの一部が到着したので、9月17日についに、 セントジョンズトリデとその傍らの町の包囲を介し、モントリオールと連絡網を遮断して、トリデに向かう物資を捕獲した。翌週イーサン・アレンは、単に地元の民兵を重宝しろという指示を受けただけだったにもかかわらずその指示を逸脱し、少数の部隊でモントリオールを占拠しようとして、ロングポイントの戦いで捕虜になった。この出来事で短期的には、 イギリス軍を支援する民兵の士気が上がったが、効果は長続きせず、その後には脱走者が続出した。セントジョンズトリデは、シャンプレーン湖の北端にあり、リシュリュー川を通って、カナダに入る要衝だった。トリデには、チャールズ・プレストン少佐の指揮で300名の不評正規軍がおり、この植民地では最も防御を構えた町だった。大陸軍は、病気、悪天候、 平坦の難しさに災いされたが、迫撃砲を据えて、砦の中まで貫通弾を撃てるようになった。砦の弾薬は十分にあったが、食料などの物資は乏しくなった。プレストンは2000名の部隊と共に、モントリオールに駐屯しているガイ、外カールトン将軍に援軍を要請した。しかし、カールトンは、ケベック市の安全を損なうことに気が進まず、援軍を送ることを拒絶した。 この判断ミスによってカールトンはモントリオールを失い、後にはケベックシティで彼自身が包囲されることになる。10月18日、大陸軍はイギリス軍の小さな前哨基地、シャンブリートリデを落としたことで、プレストンを完全に孤立させた。セントジョンズトリデは毎日砲撃され、トリデの中は着実に破壊されていったが、プレストンはトリデの守備を続けた。 10月30日にガイカールトンが取り出の包囲を解こうとした試みが失敗し、結局、プレストンは10週間の包囲後の11月3日に、援軍の当てがなく、来るべき冬の厳しさに備えて、住民の除名を望み降伏した。モントゴメリーは部隊を率いて、北に進み、11月8日にセントローレンス側にあるセントポール島を占領し、翌日には、 対岸のポイントセントチャールズに渡り、解放者として迎えられた。11月13日、取り立てて抵抗を受けることもなく、モントリオールが陥落した。ガイカールトーンは、モントリオール市が守れないと判断し、さらに、セントジョンズ陥落の知らせに、かなりの数の民兵が脱走したこともあって、モントリオールから撤退した。大陸軍が、市の下流側で川を渡って上陸し、風のために、 カールトンの船体がすぐに出発できなかったので、危うく捕まりそうになった。この船体がソレルの町に近づいた時、白旗を掲げた一隻のボートが現れた。そのボートは降伏勧告の書状を運んできており、カールトンに降伏する傘もなければ、下流の砲台でその船団を破壊すると伝えてきた。カールトンは、実際にそのような砲台があるか、はっきりとはわからなかったので、 もし降伏しなければならなくなった時のために火薬や砲弾を捨てさせた後で船断を密かに発進させる道を選んだ。実際に砲台はあったが、その主張していたほど強力ではなかった。11月19日、イギリス戦隊は降伏し、カールトーンは平民の服装に身をやつしてケベック市に向かって逃げた。捕獲した船にはイギリス軍が捕らえていた捕虜も乗っていた。その中に、 マサチューセッツ生まれで、セントジョンズトリで近くに土地を持っていた、国外居住者、モーゼス・ヘイズンがおり、イギリス軍にそ略に取り扱われたので、イギリスに反抗していた。ヘイズンは、モントゴメリーの軍隊に加わったが、もともと、フレンチ・インディアン戦争での戦闘体験があり、その後独立戦争を通じて、第二カナダ人連隊を率いることになる。モントゴメリーは、モントリオールから、 ケベック市に向かう2枚に市民にメッセージを発し、大陸会議は、ケベックが仲間に入り、大陸会議に送る代表を選出するために、植民地会議を開く目的で、アメリカへの同調者との討議に入ることを望んでいる、ことを伝えた。また、スカイラー将軍には、外交目的で、大陸会議の代表団を発見してくれる、よう要請する手紙を送った。大陸軍のケベック遠征。 この図は、モントゴメリーとアーノルドの遠征路を示す、モントゴメリー軍の大半は、モントリオール占領後に徴兵期間が切れて、隊を離れた。モントゴメリーは捕獲した船に、約300名の兵士を乗せて11月28日に、ケベック市に出発し、モントリオール市には、デイビッド・ウースター将軍の指揮で、約200名を残した。モントゴメリーは、 ケベックに向かう途中で、ジェームズ・リビングストンが新たに重宝した第一カナダ人連隊、約200名を部隊に加えた。2番目の遠征隊は、ベネディクト・アーノルドに率いられた。大陸会議はアーノルドが建てたカナダ進行計画を大筋で認めたが、アーノルド自身は、その実行部隊に組み入れられなかった。すげなくされたと感じたアーノルドは、マサチューセッツのケンブリッジに戻り、 ジョージ・ワシントンに接近して、ケベックシティを標的とした支援部隊を東方から送る案を提案した。6月のバンカーヒルの戦い以後、ボストンではほとんど戦闘がない状態だったので、多くの部隊が中東任務に飽きてきており、戦闘することを望んでいたこともあって、ワシントンはアーノルドの提案に同意した。ワシントンはアーノルドを大陸軍の大佐に任命し、二人で、 守備隊を見て回り、遠征隊の志願兵を募った。アーノルドは最終的に約1000名のものを選出し、ワシントンはそこにダニエル・モーガンの部隊と他に何人かの狙撃兵を加えた。バージニア植民地やペンシルベニア植民地の荒れ地から来た開拓者たちは、包囲戦よりも荒れ地での戦闘に向いているとの考えからだった。 ケベックに向けてケネベック川を遡る工程は20日の間に180マイル進む必要があった。アーノルドの遠征隊はイギリス軍の指揮官カールトンがモントリオールでスカイラー軍に対抗するのに忙しいため比較的抵抗もなく進めるものと予測していた。アーノルドはウェスターントリデに先のりブ隊を送りブッシュとバトーを用意させた。 遠征隊は海を渡ってウェスターントリデまで5日で到着し、物資をまとめ船を準備した。ガーディナーストンのコルバーン造船所で3日間滞在した。ここでは、リューベン・コルバーンがワシントンの要請に応えて15日間でバトを作り上げていたが、このバトは乾燥した材木が得られないために、切り出したばかりの末材で作られていた。 舞台は9月25日にウェスターントリデを発した。その先は、ケネベック川を遡り、またショーディエール川を下って、ケベックに至ることが予定されていた。しかし用意されたバトウはオールで漕ぐことができず、差を指して進むやり方だったため予定に狂いが生じる、こととなった。コルバーンは軍隊に同行し、バトウの修繕を繰り返したが、川を遡りまた流れの速いショーディエール川を下る。 家庭で火薬など多くの物資と数人の人命が失われた上、分水海付近は湿地の多い故障と水路の集まりであり、雨や嵐が追い打ちをかけた。この結果ロジャー・エノス中佐の部隊300名がその物資と共に退却した。遠征隊が持っていった地図はイギリス軍が将来の敵を欺くために出版した不正確なものだった。 実際に予定された予定は180マイルではなく350マイルあった。その結果、物資が枯渇してしまい隊員たちは、連れて行った犬、靴、弾薬箱、革、苔、樹皮などを食べざるを得なかった。遠征隊は11月6日にセントローレンス川の南岸に到着したが、その時点で1100名いた部隊は600名にまで減少していた。 彼らは400マイル近い道なき道を踏破してきていた。しかし、この時点においてもアーノルドは街を脱取できると考えた。イギリス軍守備兵は、アレン・マクリーン仲裁下の正規軍約100名と、数百の装備が貧弱な民兵であり、大陸軍が正確な射撃で民兵を蹴散らしてしまえば、正規軍の数で、大陸軍が優位に立てるからだった。11月14日。 エイブラハム平原に着いた時に、アーノルドは白旗を掲げた交渉役を送って、イギリス軍の降伏を要求したが受け入れられなかった。大陸軍は、大砲もなく、ほとんど戦闘には適していないまま、防御を固めた町に向かい合った。アーノルドは、市内からの出撃が計画されていることを耳にし、最近モントリオール市を占領したばかりの、モントゴメリー軍を待つために、 11月19日にポイントをトランブルまで後退した。アーノルドが上流に向かう間に、カールトンが川伝いにケベック市に戻った。12月2日、モントゴメリーがモントリオールから川を降り、500名の部隊とイギリス軍から捕獲した物資と冬の衣類を持ってきた。この2つの部隊は合流し、改めて街を攻撃する作戦が練られた。3日後、大陸軍は再び、 エイブラハム平原に立ち、ケベック市包囲を始めた。ベネディクト・アーノルド、ケベックの戦いで負傷したケベック市攻撃の作戦を立てている時にトロワリビエール近くに住んでいるフランス人、クリストフ・ペリシエがモント・ゴメリーに会うために訪ねてきた。ペリシエはアメリカ側を政治的に支援しており、セント・モーリスで鉄鋼所を経営していた。モント・ゴメリーは、 彼と植民地会議を開催する考えについて議論した。ペリシエはケベック市を占領して市民たちにその安全が保障され自由に行動できるようになるまでは会議を開かない方が良いと言った。二人の間ではペリシエの鉄工所が包囲線に必要な銃弾を提供することで合意し、それは1776年5月に大陸軍が撤退するまで続いた。 ペリシエはその後に逃亡し、最後はフランスに戻った。合流しケベックの包囲をしていたモントゴメリーとアーノルドの部隊であったが、実動可能な兵はおよそ1000名しかおらず、さらに食料不足や天然痘、そして冬の寒さに苦しめられていた。そうした中、多くの兵の軍隊在籍期間が切れる12月31日を、目前とした12月31日の午前4時に、 戦闘が開始された。アーノルドは自分の部隊を2手に分けた。アーノルドが総勢600名をりつき連れて町の北側を攻撃し、モントゴメリーは300名の部隊で南側を攻撃した。二つの攻撃部隊はセントローレンス側に接する一点で落ち合い、そこから防壁の中へ突入する手はずだった。しかし防御は非常に硬く、 力押しでは落ちなかった上、夜明け前に吹雪が始まっていた。モントゴメリーの舞台は川沿いにケープダイヤモンド両方の下を進んでいたが、30名のカナダ人民兵がこもるバリケードに出くわした。先端が開かれ、最初の一斉射撃でモントゴメリーが殺され、他にも多くが死傷した。大陸軍は吹雪の中では使えないマスケット銃しか持っていなかったので、 反撃もうまくいかないまま、川岸を退却した。一方、アーノルドは、モントゴメリーの選手と攻撃失敗を知らないまま、北側のバリケードに向かったが、町の防壁を守るイギリス軍と民兵の反撃を受けた。ソルト・オマテローという名の通りにある道路バリケードで、アーノルドは、マスケット銃の弾を、左くるぶしに被弾し後方に搬送された。アーノルドに代わり、 副官のダニエル・モーガンが指揮をとって、この道路バリケードを突破した。しかし次の命令を待つ間に、大陸軍は通りや近くの家の中の民兵の攻撃にさらされ、イギリス軍の反撃でバリケードが再度奪取されたことで、モーガンと彼の部下が狭い通りに孤立してしまい、モーガン部隊は降伏した。10時までに、モーガン以外にも町に取り残されていた部隊が降伏し、戦闘が終わった。 この戦闘で、アーノルドの部隊は30名以上が死亡し、モーガン以下426名が捕虜となった。モントゴメリーの部隊では少なくとも12名が、南の川西で死傷した。一方、イギリス軍の被害は、指揮官、ガイ・カールトンによると、海軍士官1名とフランス系カナダ人、民兵5名の死亡、正規軍兵士4名と、民兵15名の負傷だった。 アーノルドは戦闘後に、モーゼス・ヘイズンともう一人の国外居住者である、エドワード・アンティルをモントリオールにいるデイビッド・ウースターとフィラデルフィアの大陸会議に敗北を報告し援軍を要請するために派遣した。カールトーンは、大陸軍を追撃しないことに決め、市の防御工作物の中に泊まる道を選び、春になって、川の氷が溶ければ期待できる援軍を待つことにした。アーノルドは、 兵力比が3対1になっても、効力のないケベック包囲を続けたが、1776年3月にモントリオールに戻り、ウースター将軍と交代するよう命じられた。この期間包囲軍は、厳しい陶器の気象条件に苦しみ、天然塔が宿営所に蔓延し始めた。これらによる損失で、毎月到着する小さな中隊単位の援軍があっても勢力は、総裁された。 3月14日、市の下流に住む製材業者のジャンバティスト・シャッシュールがケベック市に入ってカールトンに川の南岸にいる200名が大陸軍に対抗する用意があることを伝えた。これらに加えてさらに多くが動員されたが全英部隊がサンピエールの戦いで川の南岸に駐屯していたアメリカより地元民兵隊の派遣部隊によって敗北した。3月に ジョン・トーマス将軍に率いられた大陸軍の援軍が到着し、総勢は3000名まで回復したが、主に天然島のためにその4分の1は戦えなかった。さらには、ロイヤリストの必要な情報宣伝のために、500名のカナダ人を指揮していたリビングストンとヘイズンがその兵士や協力市民の忠誠心について悲観的になった。モントリオールの地図、1744年。 モント・ゴメリー将軍は、モントリオールを立って、ケベック市に向かう際、市の管理をコネチカット出身のデイビッド・ウースター淳将の手に預けていた。ウースターは当初そこの地域社会とまともな関係を築いていたが、地元の大衆がアメリカの軍隊が駐屯していることを嫌い始めるような多くの失勢を行った。アメリカ人の抱く理想を大衆に約束した後で、 ロイヤリストを逮捕し、アメリカ側に立てつく者は誰でも、逮捕と刑罰で脅すようになった。またいくつかの地域社会を武装解除させ、地元の民兵隊員にはイギリスからの任命を放棄するよう強制し、それを拒んだ者は逮捕されシャンブリートリデに拘禁された。このような行動は、アメリカ側が物資や労働に対して、効果ではなく紙幣で払っていたという事実と、 相まって、アメリカ側がやろうとしていること全体に対する地元住民の幻滅を生むことになった。1776年3月20日、ウースターは、ケベック市保位中の部隊の指揮を取るために、モントリオールを離れ、アーノルドが到着する4月19日までの間、第二カナダ人連隊を立ち上げたモーゼスヘイズンに、モントリオールの管理を委ねた。4月29日に、 大陸会議からの代表団3人がフィラデルフィアからのカトリックの聖職者1人やフランス人出版社1人と共にモントリオールに到着した。大陸会議はこの代表団にケベックの状況を評価し、そこでの世論をアメリカ側に誘導するような任務を当てていた。代表団にはベンジャミン・フランクリンもいたが、すでに住民との関係がひどく悪化していたので、ほとんど何もできなかった。 代表団は累積されていた住民への負債を解決するために効果を持ってきたわけでもなかった。カトリックの聖職者がアメリカ側の大義に着かせようとしたが、これも失敗した。地元の聖職者はイギリスの議会によって成立していたケベック法で彼らの望むことは与えられていると指摘した。出版社のフルーリー・メスプレーは新聞発行の準備をする一方で、 代表団にとって事態が空回りし始める前に何かをする時間がなかった。ケベック市の大陸軍がパニック状態に陥って退却をしているという知らせを受けた後、フランクリンと聖職者は5月11日にモントリオールを離れ、フィラデルフィアに戻った。代表団の他の二人、サミュエル・チェイスとチャールズ・キャロルはモントリオールの南部と東部の軍事的状況を分析し、 そこが防御線を敷く高位置だと分かった。5月27日、彼らは大陸会議に対するこの事態の報告書を書き、南に向けて出発した。セネ家族の州長コーンプランター、イギリス側を支持し、この作戦で戦った可能性があるモントリオールの上流には、大陸軍が占領中に意に返さなかったイギリス軍の小さな駐屯地が並んでいた。 春が近づくと、カユガ族、セネカ族及びミシソウガ族の戦士たちが、駐屯地の一つであるオスウェガッチーに集まり始め、そこの指揮官であるジョージ・ホスター隊員に、アメリカに対抗できるだけの力を与えた。ホスターは、モントリオールから逃げてきた一人のロイヤリストの勧めで、彼らを戦力に含めた。さらに、ウースター将軍が、上流側に物資を送れば、 そこのイギリス側に使われることを恐れて、上流のインディアンとの交易を許可しておらず、愛国者側及びロイヤリスト側の商人たちにとって悩みの種だったが、大陸会議の代表団がこの決定を覆したので物資が上流側に流れ始めた。モーゼス・ヘイズンは上流のイギリス側へ物資が流れることを阻止するため、またインディアンが集まっているという噂に反応し、 ティモシー・ベデル大佐と390名の部隊を40マイル上流のレセドルという地点に派遣し、そこで柵で囲んだ防御工作物を作らせた。ホスターはこの動きをインディアンのスパイやロイヤリストから知らされ、6月15日にインディアン、民兵及び正規兵の混成部隊、約250名で下流への行軍を始めた。複数回の戦闘の中で、 ベデルの副官アイザック・バターフィールドが18日に戦わずして全軍降伏し、他に援軍として送られた100名も19日の短時間の小競り合いの後で降伏した。アーノルドはバターフィールドが捕まったという知らせを受け取ると即座にこれら捕虜奪還のために部隊を集め始め、モントリオールからすぐ上流のラシーンで残豪を掘らせた。 デセドルの防御作内に捕虜を止め置いたホスターはこの時500名ほどになった部隊でモントリオールに接近し、5月24日までにアーノルド部隊の位置情報を掴み、またアーノルドが事態を凌駕するような増援を期待していることも知った。ホスターの部隊は兵数が減りつつあったので、セントジョンズトリデの包囲戦で捕虜になっていたイギリス兵と今捕まえている。 アメリカ兵の交換を交渉した。カンズシェーヌで短時間の砲撃が交わされた後、アーノルドも捕虜交換に応じ、5月27日から30日の間で実施された。ジョン・バーゴイン将軍、イギリス側援軍の指揮官ウースター将軍は4月、初旬に援軍を率いて、ケベック市郊外の大陸軍宿営地に到着した。さらに、南から、 少数の援軍が到着し続け、4月末に、ジョン・トーマス将軍が到着して、指揮を引き継いだとき、全軍は2000名以上になったが、実際には、天然島やカナダの冬の厳しさのためにかなり減っていた。5月2日に、イギリスの艦船が川を登ってくるという噂が流れた、ため、トーマスは5月5日に病人をトロアリビエールまで、退かせ、 残った部隊も実行できる限り早く撤退することに決めた。その日、遅く15隻のイギリス側艦船がケベック市の下流40リーグに降り、川を遡るための工条件を待っているという知らせが入った。翌日に艦船のマストを視認できた時には、宿営地退去の動きが慌ただしいものになった。風向きが変わり、艦隊の中の3隻がケベック市まで達した。 レキシントンコンコードの戦いの知らせがロンドンに届いた。あと、フレデリック・ノースの内閣は反逆者軍と戦うために外国軍隊の支援が必要になると理解し、北、アメリカでヨーロッパ同盟国の部隊を使わせてもらえるよう交渉を始めた。ロシア帝国のエカチェリーナ2世からは拒絶されたが、ドイツの諸公国からは支援の用意があることが伝えられた。百七十六年に、 イギリスが立ち上げた5万名の軍隊のうち3分の1近くはこれら諸公国からの兵士だった。ヘッセン・カッセル・ホーハクリョウやヘッセン・ハーナウからの兵士はヘシアンと呼ばれるようになった。5万名のうち約1万千名はケベックでの従軍に送られた。ヘッセン・ハーナウとブラウンシュバイクリュー・ネブルクからの兵士は1776年2月にアイルランドの航空に向けて出版し、 そこで、イギリス軍を運ぶ輸送船団に合流し、4月初旬に出港した。カールトーンは、大陸軍宿営地に、動きがあることを知り、到着した艦船からすぐに援軍を下ろすと、正午頃には、大陸軍に探りを入れるために、約900名の部隊で前進した。これを見た、大陸軍はまさに強硬状態に陥った。カールトン隊が前進を早めるとさを乱した撤退は、 さらに悲惨な状態を呈した。カールトンは手ぬるいやり方でも反逆者軍に勝てると思い、感染を上流に送って、大陸軍に嫌がらせを行わせ、おそらくは行く手を遮ってくれることを期待して満足していた。カールトンは大半が病人か負傷者の大陸軍兵士を多く捕まえたが、セントローレンス川南岸で遺棄されていた文献隊も捕らえた。 大陸軍は逃げるのに忙しく、大砲や火薬など貴重な軍需物資の多くも残していった。大陸軍は5月7日に、ケベック市から約40マイル上流のデシャンボウで再結集した。トーマスはそこで作戦会議を開いたが、指揮官たちの大半が退却に賛成した。トーマスはデシャンボウに500名を残し、残り部隊はソレルに行くことを決め、 兵士の多くがその配能に着るものもほとんどなく、食料も数日分しかなかったので、モントリオールに援助を仰ぐ伝令も送った。モントリオールにいた大陸会議代表団はこの知らせに接して、セントローレンス川を守ることは不可能と判断し、デシャンボーには極少数の部隊を派遣しただけだった。トーマスは、モントリオールからの知らせを6日間待ち、何も得られなかったので、 トロワリビエールに向けての退却を始めたが、その後間もなく川のイギリス艦から降りた部隊との小競り合いが始まった。大陸軍は5月15日にトロワリビエールに到着し、そこでは病人を残し、また彼らを守るためのニュージャージ出身の文献隊も残した。18日までに残りの部隊はソレルで、ウィリアム・トンプソン指揮下の援軍と合流し、21日には、 大陸会議代表団との作戦会議が持たれた。トーマスはその日に天然痘を発病し、6月2日に死んだ。後継はドンプソンになった。ガイカールトン1776年5月6日、イギリス海軍のチャールズ・ダグラス海員が指揮する。小船隊が補給物資と3000名の兵士を積んで、ケベック解放のために到着した。イギリス側の艦船が、 ケベックシティに到着したことで、大陸軍は予定より早く、ソレルまでの撤退することとなった。しかし、カールトン将軍は、しばらくの間積極的な攻勢を取らず、5月22日になってから第47及び第29連隊と共に、トロワリビエールに向かった。レセドルで、フォスター隊がうまく、成果を収めた方に接すると、 攻勢をかける代わりに、ケベック市に戻り、トロワリビエールの部隊式は、アレン・マクリーンに任せた。ケベックでは6月1日に到着したジョン・バーゴイン、将軍と面会した。バーゴインは、大半がアイルランドからの母兵と、ヘシアンからなる、大部隊と、豊富な資金を運んできていた。ソレルにいた、大陸軍は、トロワリビエールには、わずか300名がいるだけとの情報を得てので、 ソレルからトロワリビエールに部隊を派遣して占領し、戻って来られると判断した。トンプソン将軍は、イギリス軍援軍の主力が到着したことを知らず、またその町の地形も無視したままに2000名の部隊を、引いてその湿地に進み、そこで兵力を増強し残豪に身を隠した、イギリス軍の待ち伏せ攻撃を受けた。大陸軍は、トンプソンと他上級士官の多数そして、 兵士200名らが捕虜となり、遠征に使ってきた船舶もイギリス軍に捕獲されるなどの損害を出し、この結果は大陸軍にとってケベック地方の占領の終わりを暗示するものになった。この時ジョン・サリバンが指揮していた大陸軍もソレルから撤退しているが、カールドンはこの時もその利点につけ込もうとはせず、8月には、寛大にも捕虜をニューヨークに戻すことまでやった。 6月14日の早朝、カールトンはついに川を遡上して、ソレルに進軍した。その日遅く到着した時には、大陸軍がその朝に、ソレルを放棄して、シャンブリーとセント・ジョンズに向けてリシュリュー川を登りつつある、ことが分かった。ケベックからの交代の時とは異なり、大陸軍はいくらか秩序だった交代を行っていたが、カールトン艦隊の到着によって、本隊を離れ、 アーノルドの部隊と合流するために、モントリオールに向かった部隊もあった。カールトーンは、バーゴインネ4000名の部隊を率いてリシュリュー川を登らせ、大陸軍の後を追わせる一方、自分は、モントリオールに向かって、搬送を続けた。モントリオールでは、アーノルドが下流で起こっている事態を、知らず、ホスターとの交渉を終えたばかりだった。5月15日に、 サリバン将軍からの知らせを受けるために、下流のソレルに送った伝令が、カールドンの艦隊を目撃し、騎士に逃れて盗んだ馬でモントリオールまで戻って、その知らせを伝えた。アーノルドとモントリオール周辺にいた、守備隊は、伝令の報を受けてから4時間のうちに死を放棄し、地元の民兵隊の手に委ねた。カールドンの艦隊は6月17日に、モントリオール市に到着した。 アセスフィラデルフィア、バルカー島の戦いに参戦したアーノルドの部隊は17日にセント・ジョンズ近くで本隊に追いついたが、本隊であるサリバンの軍隊は戦える状態ではなく、簡単な作戦会議によってクラウンポイントまで退却することが決まった。この軍隊はバーゴインの前衛部隊が到着する、文字通りまさにその瞬間にセント・ジョンズを離れた。 大陸軍の残党は7月初旬にクラウンポイントに到着した。この作戦の大半を経験した医者であるアイザック・センターがおそらくはどこの国の年貢にも見出させないような得意で比べようもない挫折と苦しみの不均一な連鎖と表現した作戦の終わりだった。ケベックでの敗北は決定的となったがイギリス軍はまだ動いていたので作戦は完全には終わっていなかった。 大陸軍はリシュリュー川とシャンプレイン港を撤退するとき、イギリス軍が残された船舶を使えないよう、撤退することに用心部各それらを焼きあるいは沈めていった。このことで、イギリス軍は船舶を建造するために数ヶ月を要することになったが、カールドンは9月28日にロンドンに宛てて報告書を送り、私はこの艦隊が間もなく出版でき、 戦闘で得られる成功を期待している。と伝えた。アーノルドは、イーサン・アレンと共に1775年5月に、タイコンデロガトリデを占領した時、小さな海軍を作っており、それがこの時もシャンプレーンプを偵察していた。イギリス軍がアーノルドの戦隊に対抗するために海軍を作っている間に、カールトーンは、モントリオールの事後処理を行った。カールトンは、 大陸軍が撤退する前のケベック市においても地元の愛国者側同調者が演じた役割を調査する委員会を形成しており委員を田園部に派遣してアメリカ側の活動に積極的に参加した者を逮捕したその中にはロイヤリストを拘束した者も含まれたカールトーンはモントリオールに到着した時にも同様な委員会を設定した バルカー島の戦いでの体系を示す地図7月初旬に、ホ保ショ・ゲイツ将軍が大陸軍北部方面軍の指揮を任された。ゲイツはすぐに軍の主力をタイコンデロガに移し、クラウンポイントには約300名の部隊を残した。ゲイツ将軍の主力部隊はタイコンデロガの防御を厚くすることに専念し、アーノルドにはクラウンポイントでアメリカ艦隊を建造する任務が与えられた。 夏の間、タイコンデロがトリに援軍が送られ、総勢は推計1万名にもなった。カールトンは10月7日に航軍を始めた。9日にはイギリス艦隊がシャンプレーン湖上に浮かんだ。10日から11日の夜に始まったバルカー島と湖の西海岸付近での戦いでは、イギリス軍がアーノルドの艦隊に大きな損傷を出させ、 クラウンポイントまで撤退させた。アーノルドは、クラウンポイントでは、イギリス軍の攻撃に対して耐えられないと考え、さらにタイコンデロガまで後退した。イギリス軍は10月17日にクラウンポイントを占領した。カールドンの軍隊は、クラウンポイントに2週間止まり、いくらかの部隊は、タイコンデロガトリデから3マイルのところまで進出し、ゲイツの軍隊を誘い出そうとしたが効果なく、 11月2日、ケベックで陶器宿泳を行うためにクラウンポイントから撤退した。ケベック侵攻はアメリカにとって悲惨な結果に終わったが、ケベックからの撤退時におけるアーノルドの行動とシャンプレーン湖での即席の海軍は、イギリス軍の全面的な反撃を1777年まで遅らせることに功があったとされている。一方、カールトーンは大陸軍のカナダからの撤退を徹底して、 追撃しなかったために、バーゴインから厳しく批判された。この批判と、カールトンが、本国の植民地問題担当大臣で、国王ジョージ三世の政府で、戦争遂行の担当者だったジョージ・ジャーメイン卿に、嫌われていたという事実のために、サラトガ方面作戦の指揮は、ジョン・バーゴインに任されることになった。このことはカールトンが、ケベック総督を辞する援因ともなった。ケベックや、 その他のイギリス領植民地を征服することは、独立戦争の間大陸会議の目標であり続けた。しかし当初この遠征を支持していたジョージ・ワシントンが、これ以上の遠征は13植民地での主戦線から、兵力や資源をあまりに多く分散させるものとして、優先順位を低くしてからは、ケベックに向けての遠征はほとんど実現しなかった。 1783年のパリ条約交渉の時、アメリカの代表団は、戦利品の一部として、ケベックすべてを要求したが失敗した。ベンジャミン・フランクリンが主に関心を抱いていたのは1774年のケベック法によって、ケベックの一部とされていたオハイオ領土で、この和平会談では、ケベックの明け渡しを提案し、オハイオのみが活用された。 1812年の米英戦争でアメリカは再度イギリス領北アメリカへの侵攻を開始した。この時も地元の民衆がアメリカを支持するものと期待していた。その侵略が失敗したことはカナダの歴史でも重要なこととみなされており、現代のカナダのアイデンティティが生まれたと言われている。ありがとうございます。